Welcome to Bridge the Gap. I'm your host, Tashi Fujiwara. 大人のたしなみ、アルコール。結構トリッキーですね。アルコール。まあ、伝わればいいんです。カタカナで書かない方がいいかもしれない。アルコール。まあ、もう音で、まあ、耳で覚えちゃう。覚えちゃいます。昔の人、例えば僕の大好きなジョン万次郎。とかはやっぱり耳でも覚えてたみたいですね。日本語だとあいうえおとかは本当に文字を見ながらそのままの音を発音すればいいんで、そのまま発音つないでいけばいいんで、体育、頭がいい、まあ、頭がいいとか体育とかちょっとコツはあるんだけれども、多分アルファベットよりも全然日本語の方が字面で言葉を文字を見て発音する、文字通り発音していけばいいっていうので、そういう意味では簡単な言葉の部類に入るのかもしれない。英語が明らかにポピュラーだから、そういう意味ではかえって難しいのかもしれないです。っていうのが僕のGuessです。